サンジのマネー。肉食ったのお前か。真面目に。出らんねんだから暇じゃねえかよ。出られないから深刻なんじゃないのよ。このまま殺されちゃうかもしれないのに。であんた何寝てんの。お、朝か。もう昼よ。だからよ、ゾップこうやるんだよ。こら、いい加減に起きなさい。え、もう朝か。おにぎりや。わっは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 。そろそろかしゃかこ。気抜きすぎだ、子供。ナミさんとロビンちゃんがどうなってるかわかんねえってのに。ゾロとチョッパーは新刊だってあと3人いるんだ。まだ他の試練が待ち受けてるかも。それは恋の試練と。はとにかく急いで祭壇へ行くしかねえ。返事は、わーい、ルビバゼンビ。ただよ、僕はただ漆黒に焦げた体をその流れに横たえる流木。だからイカズチという名のあなたの美貌に打たれ激流へと崩れ落ちる僕は流木。おやつです。まあありがとう。あれは当然ああだしな。うん、あれもは鼻からなしの方向で。ともかくこうなったら俺たち二人が最後の砦ってわけだ。まったく単純つうかだらしねえ奴らだぜ。おい、ゾッパ。うん、チョッパー。決まったんだ。信じらんない。ルフィまで蛇に飲まれてたとは。他のみんなは無事なんでしょうね。あ、俺は一人だ。い、蛇に。そうよ、だからここにいるんじゃない。そうか、そら大変だったな。お前ら蛇に食われたのか。だからあんたもそうなのよ。ここが蛇のお腹の中なの。肌を引っ張んだ、肌を。ウソップのマネー。